なくなるとね、大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。取ってもらう？取ってもらおうか。取ろうか。映像が好きな方ももちろんいらっしゃるでしょう。今後のヨリタユリファッセージもそうですし、ヨリタユリさん単体のイベントをもしお会いできる時があれば、映像というイベントがあるので、そこはちゃんといろいろなものが